東京丸の内にある東京商工会議所。日々都内の中小企業からさまざまな相談が数多く寄せられますが、現在特に多い相談が後継者不在による事業承継問題。ある調査によると、昨年度の国内企業における後継者不在率は 66.4%。 経営者の高齢化に伴い休廃業を余儀なくされるケースが急増しているといいます。なぜこのような事態が発生しているのでしょうか。以前ですと、中小企業の場合、息子さんであるとか娘さん、お子様が、事業を継ぐというのが割と一般的な、形だったかと思うんですけれども、これがだんだんこう息子さんが会社を、継がれない、娘さんも継がれないというような、ものが増えてきた。後継者の方を決めるに、困ってですね、そのままこう、社長様が年齢を重ねてきてしまったというのが一つ今の時代にですね、出てきたのかなと思っております。そんな中小企業の相談を行う拠点として5年前に開設されたのが東京商工会議所ビジネスサポートデスク。中小企業診断士や税理士を中心とする経験豊富な専門家に無料で直接相談が可能。このビジネスサポートデスクは都内に現在4カ所開設されています。ビジネスサポートデスクに相談を持ちかけた会社の一つがビル清掃などを主に行うイーグルメンテナンス。今から3年前、当時の社長が突然病死。しかもこの時会社は債務超過に陥っていました。あ、もう終わったかなと思いましたね。本当、もう助けてくださいみたいな形でしたよね。一方、梱包資材などの卸売を行う五十嵐商会では、今から3年前に早期事業承継を実施。新社長として就任したのは先代の娘、五十嵐幸子さん。経験を積んで社長になるっていうのが本当はいいのかもしれないんですけど、それにはいろいろな意味で時間がない。もう私の場合は仮免許でもいいからという気持ちで継いでるっていうのが大きくて。今回の中小企業の底力は事業承継シリーズ第2弾、イーグルメンテナンスと五十嵐商会をご紹介します。東京都中野区にある株式会社イーグルメンテナンス。創業1988年、従業員数およそ150名。主にオフィスビルや分譲マンション、病院などの清掃を手掛ける会社です。グループ会社を含めた売上高はおよそ5億円。一見順風満帆なように見えますが、実は3年前に廃業の危機を迎えていました。現社長の佐藤さんはもともと大学生時代にイーグルメンテナンスでアルバイトをしていました。仕事にやりがいを感じていた佐藤さんは大学を中退後も当時の代表斉藤実社長に頼み込み正社員として入社。以来仕事に励み会社に貢献し、社長の信頼を得て30歳の頃には取締役を任されるまでになりました。そんな佐藤さんにある日一本の電話が入ります。なんと斉藤社長が突然入院をしたというのです。ご本人的には1週間もすれば帰ると思うよっていう話だったんで、あ、そうですかみたいな、そんな軽いノリで、1週間経って10日経ってもうやばくないですかってところから始まった感じですね。当時は先代自らが資金繰りを行っていたため、給与の支払いや仮入金などの経理処理が全てストップ。慌てた佐藤さんは会社を回すため仕事の合間を縫って銀行や得意先などを奔走したといいます。決済のために病室で印鑑を押してもらったことも数知れず。そんな最中、さらなる衝撃が佐藤さんを襲います。口座残高見てこう目が点になったっていうですね、最後何十円って時もありましたね。そう、この時会社は債務超過に陥っていたのです。パートさんを入れて百数十人ぐらいスタッフいらっしゃったんで、お給料払えないとかできないしな、あ、もう終わったかなと思いましたね。本当、
さらに事態は思わぬ方向に。日に日に悪化する先代の病状からご家族が万が一の時は後を継いでほしいと懇願してきたのです。先代のご家族も本当に若い学生の頃から面倒見ていただいて、その信頼関係も強かったですし、親子でもないですけど、なんか年の離れた兄弟みたいな、そんな感じの関係でしたかね。でそれをまあ放置して強いらないっていうのはちょっとできないかなっていうのもありましたね。先代が立ち上げた会社を潰すわけにはいかない。佐藤さんはイーグルメンテナンスを継ぐことを決意。しかし会社を存続させるには解決しなければならない最大の問題が。債務超過の中、資金繰りのための融資はどうやったら銀行から受けられるのか。また経営に関しても素人同然だった佐藤さん。そこで藁にもすがる思いで頼ったのが東証のビジネスサポートデスクでした。もう助けてくださいみたいな形でしたよね。もう3年分の決算書全部開いて中見ていただいて、こうした方がいいよ、あした方がいいよ、ここはこういう流れになってるよ、この経費は削れないのとかっていう話をずっとしていただいて、電話とメールで何度も何度もやってもらったっていう感じですね。弊社にとってはあのタイミングで出会えたことが恩人のように私は感じてますけれども。ビジネスサポートデスクのアドバイスをもとに銀行へ提出する事業計画書を作成。結果無事に審査が通り融資を受けられることになったのです。最後も亡くなる前の日でしたかね、いろんな融資が目処がついてお金が結構借りられますよって話になって、それをお話ししに行ったんですね、病院に。そしたら一言よかったっておっしゃってたんで、多分それで安心して亡くなったのかなと自分では思ってますね。突然の入院から2ヶ月後、先代は一度も会社に戻ることなくこの世を去りました。先代亡き後も会社を再建させるため奮闘した佐藤さん。ビジネスサポートデスクのアドバイスをもとに、今までどんぶり勘定だった社内の経費も見直し、無駄なコストを徹底的に削減。会社の決済も毎月社員に伝え、経営の現状を共有したといいます。いくら借金がある、いくらマイナスってところからお話しさせてもらって、これを改善しなかったらもうすぐに行き詰まりますよと、銀行からももうお金借りられませんよという話を全部していきながら、まあそれこそかなりの頻度で今こんな状況、売上これだけ、利益これだけ、赤字こんだけ減ったみたいな、そんな話をずっと2年間やり続けた感じですね。社長就任2年目には債務超過を見事解消。さらに3年間で売上をおよそ 15% もアップさせました。現在は本社を含め5つのグループ会社を経営。ビル建設の請負いやガラス、ビルの外装のクリーニング、さらには自社で使用するビル清掃のための洗剤を作る会社も経営しています。このグループ会社経営、実は未来の後継者育成のためでもあるといいます。今のうちに後継者をいくつかジャンル別で分けて持っていくことで、もしそこで適度な適宜なスタッフがいたら代表の経験もさせられるかなと思って。佐藤さんの中ではもう後継者育成というのは始まっているって。もう今すでに始まっていると思ってます、はい、やはり3年ではできるものではないと思ってますので、ここから私が今48ですけど20年かけてやりたいなと思ってます。CM の後は30歳の若さで代表に就任した女性社長が登場。早期事業承継を成功させた鍵に迫ります。東京都北区にある株式会社五十嵐商会、創業1973年、従業員数はおよそ20名。主に梱包、資材の卸売、小売などを行う中小企業です。代表を務めるのは五十嵐幸子社長、現在33歳。3年前に創業者である父の五十嵐勝明氏に代わり2代目の社長に就任しました。
大学卒業後は一般企業に就職した幸子さん。しかしある思いがあったといいます。大学卒業してその会社に入ってる頃ぐらいまでは本当に自分の会社を継ぐとか親の仕事を手伝いたいっていう気持ちはなかったんですけれど、ちっちゃい頃からもうここの仕事場で遊ばせてもらったりとか、もう本当従業員の方も可愛がってもらってて、そうなってくると本当に誰がこの会社を引き継げるのかなっていうので、自分の こう気持ちというか、私が継がなきゃっていう、どちらかというと使命感に近い方かもしれないんですけど出てきました。4年前に幸子さんは創業者である父勝明さんに会社を継ぐ意思を伝えました。勤めていた会社を辞め五十嵐商会に入社。幸子さんは父の下で1年間経営のノウハウを学んだ後、すぐに2代目の社長に就任したのです。経験を積んで社長になるっていうのが本当はいいのかもしれないんですけど、それにはいろんな意味で時間がない。もう私の場合は仮免許でもいいからという気持ちで継いでるっていうのが大きくて、一緒に前社長とこう同じ立場でできるっていうのはいいのかなと。でまだ元気なので、そこで教えてもらえることとか、自分で逆にチャレンジしたいこととか、それは頼れる時もあるし、頼らないでやるっていう時もあるし、そういう意味ではすごくやりやすい環境なんじゃないかなと思います。若くして社長に就任した幸子さんのことを父でもある先代はどう思っているのでしょうか。もう早くないですよ、遅いくらいですよ。僕の年齢から言うと明かした以上はやっぱり中心は今度は向こうになるわけだから、あんまりこちら口出し出さないことがね。ちょうど今勉強しながら引き継ぐにちょうどいいんじゃないですか。まだまだ自分は勉強の身だと語る幸子さん。おはようございます、五十嵐です。いつもありがとうございます。幸子さん、おはようございます。おはようございます。次の世代にバトンを渡すために日々社業に取り組んでいます。今後ますます深刻化すると言われている中小企業の後継者不足問題、東京商工会議所の山本さんは早めに対策をすることが大切だと語ります。事業承継に対する取り組みっていうのはやっぱり時間が必要になってくると、時間があればあるほどですね、こう対策の選択肢が増えてきますので、なるべくこう 早めに着手をしていただくってことが大切だと思っております。我々としてもですね、経営者の方々に早めにこう、承継に取り組むということを促していくというのがやっぱり大切だろうというふうに考えております。